こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルでは、寝る前にやめるといいこととやるといいことというね、そんなお話をお伝えをしておきます。寝る前にやめるといいこと、これやってるとですね、毎日がもう大変な毎日になってしまうということがあります。それとやるといいことというね、そんなお話を今日は波動と呼ぶ脳科学のお話、からお伝えをしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。やるやらない、寝る前の過ごし方で人生って変わりますのでね、やるやらないですごい差がつきますので、ぜひ実践していただければと思います。で、この動画では波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしております。お伝えしている内容は、僕のこれまでの14年以上にわたるセミナー経験やセッション経験、そして波動を使った企業のコンサルティングなので、クライアントに実際に効果のあったものを中心にお届けをしております。よろしければチャンネル登録いただければと思います。で、波動についてはですね、こちらの2冊の方に書いてます。波動の基本的な教科書になる本を作ってくださいという依頼で書かせていただいた、波動が変わるあなたが変わる、人生が変わる、こちら。それとお金と波動のお話について書いたミリオネアバイブレーション、この2冊に切り口を変えて基本的なことを変えてますので、ぜひこちらも参考にしていただければと思います。で、ミリオネアバイブレーションについてはですね、お金を引き寄せるシール、エビス様シールというのをつけてます。このエビス様、僕が書いたんですけれどもね、これで、これを財布の中に入れておくと臨時収入が入ってきたという声もたくさんいただいておりますので、ぜひ、活用してみてください。でね、いいことあったらぜひね、コメントいただければと思います。よろしくお願いします。で、今日のお話は、寝る前にやめるといいこととやるといいことというね、そんなお話をお伝えしてきます。で、寝る前の過ごし方で実は毎日が変わるんですよね。で、僕たちの現実のに起こること、起こっていることっていうのは、ずっと中立に出来事が起こってるんですが、それに対して僕たちが独特の、自分なら自分のこういう解釈、 A さんなら A さんなりの解釈っていうものが、別々のものがあります。例えば同じ現実、誰かが自分に微笑みかけたとしても、自分はあの人優しそうだと思うんですけど、 A さんはあの人自分のこと笑ってるとね、なんて失礼な人って、全然真逆 の解釈をすることがあるんです。これなぜかということ、同じ現実に対しても解釈が人それぞれ違う。これは何かと、なぜそうなるかというと、その人の脳みそとか潜在意識の中に入っている記憶が影響しているんです。記憶、人によって自分の中に脳みそ、もしくは潜在意識、どちらでもいいんですが、たくさんの記憶が入ってて、起こってくる現実に対して記憶をベースにその現実に対処するんですよね。だから、ある人にとっては大変だ、こんなことが起こった、大変だ大変だって言ってるんですけど、ある人にとっては、いや、そんな大変に思うことなのかなって思う。これは何かというと、大変だって言ってる人は、その潜在意識の中の記憶に、こういうことに対して大変なことがいっぱい起こったってい う記憶があるからなんですよね。で、そうではない人にとっては、それはないので、そういう大変だった出来事がなかったので、それが起こったとしても、なぜそんなに右往左往するのってなる。全ては記憶によってなってるんですよね。で、この記憶ですが、実は寝る1時間前に起こった出来事っていうのは、記憶に入りやすいものになっています。僕たちの記憶として打ち込まれやすいものになっているんですよね。だから、寝る1時間前に何をするか、寝る1時間前にどう過ごすかってことが、僕たちの記憶にどんどん入っていってしまいますので、そこの過ごし方、その時間の過ごし方によって、これからの人生で、より幸せな現実が見えやすい自分になるか、より大変な現実が見えやすい自分になるか、変わってくるんです。なので、夜寝る前、1時間の過ごし方をまずは気をつけるということを意識してください。で、その時間に、反省を会をする人とかいますよ。一日起こったことの反省をしたりとか、一日起こったことで、なんであんなことしちゃったんだろうと後悔したりとか、すごくね、ネガティブなことを考えている人がいるんですよね。で、そうするとですね、その人の記憶にはどん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 反省すべき材料が増えていくんですよね。自分は反省ばっかりの人間とか、自分っていうのはこんなネガティブなことばっかり起こる自分っていう記憶がたくさんたくさん入っていくので、その後の人生が反省すべきことがたくさん見えてくる人生になっていくんです。
なので寝る1時間前には自分のことくよくよ悔やんだりとか一日の反省とかもししてたらとしたら、それはやめることがすごく大事です。そういうことはやめる。あと、寝る1時間前に見るもの、思うことだけではなくて見たものとか聞いたこと、そういったことも非常に、印象的に、記憶に刻み込まれやすいので、その1時間の間に、ネガティブな情報を入れないってことも大事です。なのでニュースとかってすごくネガティブな情報がたくさんあるので、ニュースは見ないとか、状態の悪い時にフェイスブックとか見るとやっぱりネガティブなものの方に意識が引っ張られる、波動がに合うもの、共鳴するものを見ますのでね。なので状態悪い時にはよりインターネットも見ない、そういうことをする。で、ネガティブな情報は極力排除するということがすごく大事ですので、ぜひ寝る1時間前にやめるといいこと、これはネガティブな情報を入れること、見たり聞こえたり両方です。それと反省したりとかくよくよすること、そういったことはその時間にはやらないってことをしてください。で、それとやるといいこと、やるといいこと何かっていうと、自分自身のいいこと、その時間にいいことを考えるんですよね。自分自身の実現したいことを思い描いたりとか、自分の肯定的なイメージをしたりとか、これも実はイメージと現実って脳みその中ではあったことと架空の出来事っていうのは区別つかないので、イメージしたことも脳の中では現実にあったこととして、情報処理されるんですよね。なので一日、たとえどんなにネガティブな一日だったとしても、寝る1時間前にいいことをイメージすること、もちろんこの散々な出来事も脳みその中では記憶されるんですが、寝る1時間前にイメージしたいいことも起こった出来事として、脳みその中では記憶されてきますので、なので肯定的なイメージ、それはたとえ創作でもいいので、創作であってもイメージしたことは脳みその中ではあった出来事として情報処理される。それが潜在意識に打ち込まれるので、いいイメージをしたりする、あといい言葉を使ったりね、そういうこともされるといいかなと思いますね。だから寝る1時間前、すごくね過ごし方が大事です。でこの時間、もう日中はいいんですよ。日中どんなことあってもいいので、そこはそれでいいので、特に日中もずっと意識すると大変ですから、寝る1時間前の過ごし方をより肯定的な状態になるようにとか、よりいいイメージをするとか、よりいい言葉を使うということを日々気をつけることがすごく大事です。で、これも即効性はないです。とはいえ即効性はない、毎日コツ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 半年とかコツコツ毎日やっていくことでちょっとずつ変わっていきますのでね、ぜひやってみてください。それと僕の動画の概要欄に貼り付けている朝起きた時に聞くといい祝詞と夜寝る前に聞くといい祝詞と2つあるんですが、このね夜寝る前、まあ両方おすすめなんですが、夜寝る前に聞くといい祝詞とは、一日あったことをくよくよ悩みにくくなるような言葉を作って、唱えてますので、ぜひね、夜寝る前に聞くといい祝詞とも毎日毎日半年ぐらいお聞きください。そうするとですね、自分の頭の中で自動的に流れてくる言葉っていうのが変わってきますので、ぜひ夜聞くといい祝詞とを毎晩毎晩聞く。でもちろん朝聞くといい祝詞ともあるので、それもね聞いて朝スタートさせるとよりどんどん好循環っていうのが始まってきますので、ぜひそちらもご活用いただければと思います。で祝詞と聞き出して何かいいことあったりとか、メンタリティが変化したとか、悩みにくくなったとか、なんだろう、とっさに出てくる脳の中で頭の中で出てくる言葉が変わったとか、でそれによって見える現実が変わってきたとか、そんなあればそれもコメント欄に書いてください。それを見て、自分もやってみようと思って、その人も変われば、自分のコメントでその人はやってみようと思うことになったのでね、そうやって気づく人が、自分発信で気づく人が増えると自分の運気が上がってきますのでね、なので僕はいつもこの情報が良ければとか、友達で必要としている人があれば教えてあげてくださいって言ってるのはそういう意味なんです。結果自分の運気が上がってきますのでね、ぜひコメントもいただければと思いますし、必要としている人いれば教えてあげていただければいいかなと思います。
今日は寝る前にやめるといいこと、やるといいことといったお話をお伝えさせていただきました。で、こういった情報以外に LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージをお送りしています。願望実現のことや波動のことやメンタルのことといったメッセージをお伝えしています。そちらも参考になりますので、ぜひ、そちらもご登録いただければと思います。そして今日のこの情報が良ければチャンネル登録といいね、高評価ボタン、そしてお友達で、を押してくだ、押していただければと思います。で、お友達で視聴としている人あればぜひシェアをしてあげてください。それではいつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。